はい、こんにちは、こんばんは、大谷です。今日はですね、まあアイドルマスターに興味があるっていうか、まあ突然なんですけど、アイドルマスターに興味があるなんて人や、まあ漫画だけ手出してみるかなっていう方に、まあおすすめの漫画を、まあとりあえず紹介したいと思います。ですね、まずこちらがですね、アイドルマスター、まあ名前はそのまんま。で、こちらがですね、漫画マナーさんという方がこちら書いております。なんかピントがね。こちらはですね、テレビアニメのコミカライズ。ですね、まああれですよ、まあとりあえずアニメ見た方が話が早いです。これはアニメをもとに、その14話かな、まあのライブの盛大な後の一人ずつのストーリー後付けっていうか、まあなんていうですかね、そうですね、あ、ここに書いてありますね13人のアイドルを一人ずつ描いていく公式コミカライズですね。おっとっとと、そう、大きく生み出したナムコプロをみんなを描いていく。まあ、ピックアップ一人ずつされていくんですね。まあ、今回、一巻だとすると、まあ、ミッキー、はるか、ミッキー、響きですね。編が入ってますね、一巻は。まあ、二巻は、まあ、この3人。まあ、大体表紙の3人が、そのピックアップですね。こちらだと、マミー、響き、まあ、響きは、一巻の続きって感じですね。一巻の続きから、まあ、響きが入ってきて、まあ、こうでしょうね。で、こちらがですね、こちらの初回限定版、ゼロ巻、アイドルマスター、輝きの向こう側へで、特典として配布っていうか、入場特典でもらったやつのと、プラスアルファ入ってますね。まあ、劇場版でもらえなかった方みたいな、用みたいな感じですね。まあ、こちら4巻。4巻と、まあ、5巻ですね。まあ、こちらは、もう、鉄板といえば、鉄板っちゃ鉄板ですね。アニメ見た方にはこちらをおすすめしますね。まあ、で、アニメ、見てない。いやー、もう、あんまりわかんないやなーと思って。まあ、こちらはね、アニメの続きなんで、まあ、可愛さ重視って感じですかね。で、こちらはですね、まあ、こちらは、まあ、僕の一番おすすめの、まあ、アイマスの漫画ですね。The World is All One ですね。こちらがですね、この、まあ、ユニットがですね、まあ、この3人のユニットなんですけど、まあ、それぞれ、まあ、表紙は全員、大体この3人ですけど、まあ、この3人で、好きな人がいれば、もう絶対おすすめしますね。俺、はるか担当やで、とか、言う人だったらもう、この、ザ・ワールド・イズ・オール・ワンとか、もう、それ、絶対見た方がいいと思います。まあ、こちらはですね、こちらは、ストーリーって感じですね。こちらは、まあ、後の物語なんですけど、こちらは、一巻からもう、まあ、アイドルの対決みたいな、まあ、いろいろ書いてあるんで、こちらもおすすめです。まあ、こちらも全、もう最終巻終わっちゃったんで、5巻ですね。はい。まあ、この、スプラウトっていうユニットを軸に、ね、戦っていく、まあ、熱血って感じではないですけど、まあ、おすすめですね。まあ、今回は、この漫画紹介だけで終わりです。まあ、もし興味を持った方がいれば、まあ、ぜひ、ご購入してみてはいかがでしょうか。まあ、今回はこれで終わりです。では、さよなら。